本当にオビトなのか。生きていたならなぜ今まで。俺が生きていたかどうかなんてのはどうでもいいことだ。しかしそうだな、なぜかとあえて問うなら、お前がリンを見殺しにしたからだろうな。俺はこっちは楽しそうだな、オビト。やつは内はまだだ。随分と遅かったな。久方ぶりの運動だったのでな、鳴らすまで少々時間がかかった。ま、それも終わったがな。てめえはばあちゃんたちと戦っていたはずだ。それなのに、なんで聞こえなかったのか。それも終わったと言っただろう。まさかてめえ。そいつは返す。あんたのものだ。死んでた奴が引っかき回す。九尾と八尾は俺が取る。お前は他の二人を相手しろ。ここでぶっ潰す。果たしてその威勢、本物か見せてもらおうか。ぶっ飛ばす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 。惑星螺旋手裏剣。無限つくよみこそ人類全員を幸せにする唯一の方法。貴様一人の犠牲で済むのなら悪い話ではないはずだ。お前は英雄なんだろう。うるせえ。お前の口車には乗らねえ。なるほど、今のお前は他にすら超える力を持っているようだな。だが柱間に比べれば脆弱そうだ。俺を相手にするにはまだ足りん。ぶっ飛ばす。ぶっ飛ばす。こっちだったらぶっ飛ばす。ゾンビ相手に手加減はしねえ。宇宙惑星螺旋手裏剣。俺は負けねえ。絶対にみんなを守りきってやる。やはりただの人中力ではないか。カカシ、動きが鈍いぞ。なぜだ、なぜマダラのようなやつと。もう口を閉じたらどうだ。口先だけのクズは。リンが関係しているのか。俺はお前との約束を守れなかった。そう、俺はクズだ。だがお前は木の葉の英雄だ。お前までそうなる必要はないだろう。これが現実だ。託した側も託された側も
この世界で生きながらえた忍びは皆クズになる。俺たちがいい例だ、カカシ。この世界のクズを生む輪からは皆逃れることはできない。だから俺はこの世界を作り変える。おめえら、ナルト、影分身か。おめえらムカつきすぎて文句が思いつかねえ。だから代わりに俺のことを一つ教えとく。俺はクズじゃねえ。この先クズにもならねえ。俺はさせねえ。俺の仲間は絶対殺させやしねえ。俺の仲間は絶対に殺させやしないよ。すまん、ナルト。オビトの言葉をお前に教えた俺が。ブレるところだった。オビト、かつてのお前の意志は今でも俺の隣にいる。今の俺にできることは今のナルトを守ることだ。行くぞガイ、ナルト。俺たちでオビトを倒す。先のために。おっ、おう。日のために随分なことだ。オビト、お前が人にとっての害になるのなら俺たちはそれを排除するのだ。ナルト、向こうの方は大丈夫なのか。まだらは強い。でもなんとかビーのおっちゃんと二人で止めてる。ならさっさとオビトを倒して向こうの火星に行かなきゃな。よし、もういいだろう、カカシ。そろそろクズカゴの中に退場してもらう。その中に入るのは今はやめとくよ。今日も、はい、超えろ、戦車。俺にはまだやらなきゃならないことがたくさんある。随分とシャリンガンを使いこなせるようになったな、カカシ。だが所詮借り物の命、メッキが剥がれるのも時間の問題だ。わかるさ、この戦いが終わるまで持ってくれればそれでよい。寒い。ナルトを守ることが未来につながる。それなら、ひとときだけでもオビトを止めればそれが10秒と。まま追い詰める。ああ、あれは復活する前にチリチリに吹き飛ばす。あ、撃て。よっしゃ、終わったのか。終わったよ、この世界がな。うわ、なんだ、あれは。もしかして。ああ、あれが。